ご視聴ありがとうございます。車屋デイリーライフチャンネルです。今回は 13B エンジンのエンジンブローについてお話ししていきます。エンジンブローとはエンジンが壊れることですが、ロータリーエンジンでよくあるアペックスシール破損によるエンジンブローを解説していきます。基本的には RX7 のエンジンで解説していきますが、 RX8 の場合でも基本的には同じです。違う部分もありますので、そこは RX8 の部品を使って説明いたします。 RX8 の場合、エンジンブローでの故障は少なく、ほとんどが圧縮低下によるエンジンの不始動です。 RX8 でよくある圧縮低下の動画はまた別に作る予定です。実際にエンジンブローする様子を見ているわけではないので、主観や想像の域を出ないところもあるかと思いますが、参考までにご覧ください。こちらがアペックスシールになります。よく見えるようにアップにします。このような形でスプリングが入り、ローターに入っています。これが破損したアペックスシールです。エンジンブローしたエンジンから外した実物です。エンジンブローの場合はほとんどがバキバキに割れているので、ここまで分かりやすいものは珍しいです。普通というと変ですが、エンジンブローの場合、基本的にはこの部分が破損しています。こんな感じでよく見えますかね。他の部分が欠けている場合もあります。こういうところですね。ちょうどいいのがあったので、ちょっとこれを見てください。これです。わかりますか？こういった欠け方をしているエンジンは異物を吸い込んだ可能性が非常に高いです。さっきのアペックスシールもそうでしたが、異物が入るとこういった部分が割れます。先ほどお話ししたように、通常はこの部分が割れます。アペックスシールの説明はここまでになります。次はローターに行きます。これはエンジンブローしたエンジンから外したローターです。 RX7 のものになります。ちなみに先ほどのアペックスシールは違うエンジンのものです。傷がたくさん入っているのが分かりますか？全部アペックスシールの破片で傷つけたものです。分かりやすいようにアップにします。こんな感じにシール溝をかじっています。このローターの場合、シールの破片が他のシールを割り、その割れた破片がまたシールを割るといった連鎖的に割れ続けて、こんな状態になっています。コーナーシールもロックしています。破片によりこの部分が押され、コーナーシールをロックしてしまいます。この部分の傷ですが、これでサイドシールの溝が押されています。こんな形でサイドシールがロックされます。アペックスシール、コーナーシール、サイドシール、すべてのシールが機能しなくなっています。この視点で再度説明しますと、アペックスシールはこういった感じに押され、溝が押しつぶされます。コーナーシールはこちらから押されてロックします。サイドシールはここからこう押されて、この部分がロックしています。ローターはここまでです。次はローターハウジングを見ていきます。これも RX7 のものになります。これは FC のものですね。
プラグホールの部分に軽く引っかいた傷があります。排気ポートの方は深い傷が複数入っています。ここでアップにします。これでよく見えると思いますが、この傷がシールの破片で引っかいた傷です。こちら側もこの部分に傷があります。このような傷がローターハウジングに入ってしまうと、この部分から圧力が逃げてしまい、圧縮が上がらなくなります。こうなるとこちらのローターは機能しません。ちょっと見にくいですが、アペックスシールがこの位置に来ます。傷があると当たっている面が傷の分隙間ができます。アペックスシールはこのように動いています。このシールのように割れてしまうと、割れた破片が燃焼室内に入ります。これを破片だと仮定すると、このような形で巻き込み、破片で引っかいていきます。次はサイドハウジングです。サイドハウジングにも傷が入る場合があります。この部分の割れた破片をサイドピースを使ってどのように動いてかじって傷がつくかを解説します。ローターがこのように回っています。アペックスシールの位置はこの辺です。説明しにくいのでローターを用意します。ローターがこのような形で入っています。この部分が燃焼室になり、この場所に破片が入っているとします。吸気ポートに破片が引っかかった時にローターに押されて、この部分に傷が入ることがあります。だいたいこの辺に入ります。この小さい傷も破片でつけた傷です。サイドハウジングの場合、他にも状況によりいろいろな場所に傷が入ります。傷が入ってしまうともう使えませんので、サイドハウジングも交換になります。RX7 の場合、サイドハウジングに傷が入ることは稀ですが、 RX8 の場合、9割以上の確率でサイドハウジングに傷が入ります。こちらが RX8 のサイドハウジングになります。これはアペックスシール破損のエンジンブローのものです。全体的に見ていただいて傷がわかるでしょうか。アップにします。この傷は破片でついた傷です。こちらはもっとひどいです。なぜ RX7 と違いこのようになってしまうかというと、このサイド排気に原因があります。破片が排気ポートに流れていくので、どうしても破片がサイドハウジング側に寄っていってしまいます。結果、排気ポート周辺でかじってしまいます。そのまま破片が外に出ないと吸気ポートに傷をつけます。ローターハウジングで
違いを説明します。こちらが RX8 のものです。こちらが RX7 のものです。 RX8 はサイド排気なのでこちらに配置します。 RX7 の場合、破片がここから排出されるためサイドハウジングに当たることは稀です。 RX8 の場合、サイドハウジングから排出されるので破片がサイドハウジングにも接触します。エンジンブローをしてしまった場合、ローターハウジング、ローターの交換はしょうがないのですが、サイドハウジングまで交換になると結構な金額になってしまいます。今回紹介した部品はこちらになります。フロントハウジング、アペックスシール、ローター、ローターハウジング。今回の動画は以上になります。いかがでしたでしょうか。他にもいろいろロータリーエンジン関連の動画がありますので、概要欄もしくは上部のリンクよりチャンネルページをチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。コメントよろしくね。